こんにちは、土の家です。さあ北上をどんどん探索していきましょう。クリア後一発目ですね。さあトモッコたちをですね、仲間にしたいということで、トモッコを仲間にしていきましょう。トモッコはね、多分前いた場所にいるっぽいので、前いた場所をちょっと見に行ってみましょう。おー、いる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 、いた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 。おーい、ヌンガフル。トモッコたちってあんまり掘り下げられてなかったけど、どういう存在なんだろうね。さてと、よろしくお願いします。まずキノコの胞子で寝ていただいて、はい、おやすみなさーい。さあちょっとここら辺倒しきるのは難しそうだな。峰打ちで、おお、でも結構減るね、ありがたい。急所、おお、やるじゃない。峰打ち、はい、毒好き、おわ、いったね。胞子で寝てくれたと。峰打ちしてと。よいしょ、よし、いいぞ。さあここで捕まえましょう。ハイパーボール、こだわりなし、ハイパーボールで OK。 どうだ、出るねー、出ますねー。なかなかむずいですか、やっぱり。おい、出るねやりますね。もう寝るって最強なんだけどな、一応。お、来い、よし、よし、 OK。 ふう、そこまでひどくなくてよかったぜ。ありがとね、キノガッサ。いいね、犬。首についた毒素の鎖で全身の筋肉が刺激され、たくましい体に変貌したんです。やりました、いいね、犬ゲットです。じゃじゃん、よし、この勢いで全部ね仲間にしていきましょう。さあサンド、あ、サンド捕まえてないか。サンド捕まえよう。深い穴と掘って生活してます。かわいいね。はい、サンドゲット。こいつじゃない、あー、いた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 、へい、いらっしゃー。頭の鱗は攻めと守りで活躍しています。じゃらこゲット。こんなもんですかね、ここら辺は。よし、じゃあ次行きましょう。次は確かトモッコプラザから、ここかな、池のところにいましたよね。あ、オタチ捕まえてない。はい、いらっしゃい。警戒心が強いポケモン、しなやかに動く尻尾は筋肉して、触ると硬いんです。オタチゲットー。ん、ちょっと待って、こいつも確かアーボだよね、これ。アーボ捕まえてなかった気がする。自由に顎を外せるので大きな獲物でも飲み込める。もうまんまヘビじゃんヘビも同じ感じでしょ。さあアーボ、大きな牙を向いて盛んに吠え立てて相手を威嚇するのは臆病な性格な現れなんです。よっしゃ、ん、お、これも車湯か、これ、かわいい。クルミルか。母子守に着せられた葉っぱの服をお手本に、身を見まねで木の葉をかじり服を作ってるんです。母子守、車湯、母子守か。お、車湯、よし、いらっしゃーい。
木の根元で静かに暮らす。新鮮な葉っぱよりも柔らかくなった落ち葉を餌に好むんです。あら、コンベじゃないこれ。おーい、コンベがいらっしゃいました。毎日自分の体重と同じ量の餌が必要です。味については気にしません。イエイ、コンベゲット。こいつら、あー、やっぱり持ってないね。ヤッホー、ハスボー。頭の葉っぱは汚れを弾く性質。どれだけのポケモンを乗せても葉っぱは綺麗なままなんです。ハスボーゲット。ハスブレロもいるもんね、上にね。はい、戦っちゃいますか。おーい、マキシャーちょっと好きこいつ。よろしくお願いします。クイボ投げてみようっと。はい、プルプルプル。どうだ、まさか。おー、ヘドロウェーいった、激いた。ちょっと待てよ、おいおい、ちょっと待て。ちょっと待て、まずいな。峰落ちで結構削れてほしい。ありがとう、あり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 もういいよ、よし、もういいでしょう、捕まえちゃおう。あー、目覚ましたか。最後決めっすな。はい、激いた。はい、毒になった、最悪。はい、大丈夫か。危ねー、怖すぎる。これもキノコの胞子、寝てくれー。あ、100% 寝るんだよな、確かな。毒でやられないよね。ちょ、回復の薬使うか、しょうがねえ。アイテムが必要だぜ、本当に。おい、ふざけんなマジかよ、倒れちゃった。これはちょっと一回元気の塊で回復させるか。ちょっと苦しいっすな。あ、いやいや、痛すぎる、マジ痛すぎ。まずいな、俺また死ぬじゃん。もう勘弁してけろ。おー、ナイス、毒直したのでかい。キノコの方し、峰落ちもう一発撃って、待って、一旦、お、ふざけんなもう未来予知が決まるなんて。ちょー、マジマジ捕まってほしい、マジで。お願い、捕まっちゃって、お願い。うそー、うーん、未来予知で攻撃来るもんな、多分。ねえ、痛すぎ、本当に。きっちー、きっちー。これは全滅ありえるで、全滅ありえるで。これ峰打ちして照らす、うーん、どうしようかな。もう一発峰打ち、もう一発打ってギリギリにさせる。まあ、ハイパーボールだよな。頼む、まだ。
お願いよ。ターン数ね、長いやつやるか。あ、目覚ましちゃった。やばい、大丈夫これ。もうしんど、やべえなこれ。まあでも1まで減らしてるから、まあハイパーボールで根性でいきますか。タイマーボールお願いします。よし、タイマーボールでいけました。いや、よかった。いや、元気の塊とかめちゃめちゃ使っちゃったな。能力を引き出す毒素でできた鎖に脳を刺激されサイコパワーが開花したんです。マシマシラゲット。ほい、最後キチキギス頑張って捕まえに行きましょう。なんかスマホ持って全然やる気ないな。回復ありがとうございます。みんな元気になりました。スマホずっと見てるやん。お、コアルヒいるやん。おーい、コアルヒゲットしたい。イエイ。よし、水鳥ポケモン。空を飛ぶのはまだまだ下手。親のスワンナの踊りを見て翼の動かし方を学んでるんです。やりました。イエイ。これか、いた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 。キチチチチチ。よろしく。さてと、まずは寝てもらいますか。おお、羽休みがあるんだね。なるほど。さあ、峰打ちで照らしていくよ。ドン。うわー、結構きつい。よいしょ。羽休みがあるからちょっと長期戦になりそうですかね。えい、あともう一発。あ、目覚めしちゃった。威張った。あ、怒っちゃった。攻撃はグーン。はい、でも混乱。パコ、峰打ちしてくれよ。ナイス。さてと、おだてた。おだてちゃったわ。特攻上がっちゃった。またピヨピヨ。このあのキノコ報酬お願い。自分攻撃しくそー、大丈夫かな。もう自分攻撃しちゃ、あ、混乱解けた。ナイスー。おい、お眠りなさい。よし、ハイパーボールでよろしくお願いします。捕まっちゃえ。おーいで、来い。にゃー、いいぞ。まーだ。くっそ。やりますな。でもぐっすり寝てくれてる。いいよ。20ターンぐらいから
使おうかな、タイマーボールは。お、来い。よし、すごい楽に取れました。キチキギスゲット2円、やったね。体に巻きついた鎖から出る毒素の刺激で美しい姿と声を手に入れました。キチキギスゲット、イエイ。よし、これで後半のみんなは全員もゲットできましたね。はい、それではね、今回はトモッコ3匹を捕まえたということで、次回もですね、北上図鑑のを埋めつつですね、いろんな人に話しかけてね、サブイベントの方もやっていこうと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。